新潟市港南区区バス、住民バスは、新潟県新潟市港南区で運行されている、コミュニティバス。2017年現在、千野山、早通り地区住民バス、カナリア号、港南区区バス、横越地区住民バス、横バスの3つが運行されている。2017年3月現在の情報は、以下の通りである。詳細な運行情報は、区バス、住民バスを参照。 トヨタハイエースで運行されるカナリア号カナリア号路線図運行ルート、亀田駅を起点とした循環ルートとなっており、13人乗りのハイエースコミューターで以下のように運行されている。運賃など運賃は、区間均一で中学生以上210円、小学生110円、小学生未満無料である。また、11枚綴りの回数券が販売されている。 緑色塗装をまとうクバスクバス路線図運行ルート緑色塗装の車両で以下のルートが運行されている。運賃など運賃は区間均一で中学生以上210円、小学生110円、小学生未満無料である。回数券や定期券は利用不可となっている。後乗り、後払いであり、現金のほか利、優途等の IC カードが利用可能である。 黄色塗装をまとう、横バス北ルート路線図横越地区で運行している。住民バス、横バスは、亀田駅東口と区役所横越出張所を起点に、横越、大鉱山地区の住宅地や集落を巡回するルートで運行している。運行ルート、亀田駅と地区北部を結ぶ、循環線の北ルートと横越出張所、小木川駅と地区南部を結ぶ、 循環線の南ルートの2系統があり、両者は原則として横越出張所で連絡を取る。なお、乗り換えの際の追加運賃は必要ない。休日と年末年始は全便運休となる。土曜については社会実験として運行され、2017年5月現在も継続中である。運行には黄色塗装の中型バス車両が用いられている。運賃など運賃は、 区間均一で大人210円、小中学生110円、小学生未満無料である。また、11枚綴りの回数券や定期券が販売されている。全乗り、前払いであり、IC カードの利用は不可。亀田西部の早通地区には、新潟交通の南部営業所があり、新潟市中心部への公共交通の便は非常に良いものの、その一方で亀田駅など、 亀田中心部への交通の便は非常に悪く、両川地区から早通り、亀田を経由する新潟交通の路線バスも境愛な、旧道を遠回りするなど利便性が著しく低かった。さらに、国道49.2403号沿いの千の山地区には公共交通手段が全くなく、住民は不便を強いられていた。このため、地元自治会が住民組織を結成し、 行政の補助を受け、タクシー会社、桜交通に運行委託する形で2005年11月から、地野山、早通り乗り合いバスの運行を開始した。運賃は大人150円均一であった。運行開始当初は平日のみの運行だったが、2007年5月12日からは、土曜、休日の運行も開始された。市おび区は、清令市以降に伴い、市内各区と同様、 区内各所を巡回する区バスを運行している。当初は新潟市民病院が現在の中央区市さ産からその目地区にほど近い道区将棋に移転する2007年秋の本格運行開始を目指していたが、新潟交通の既存路線とルートが重複する区間が多いことや、前日のカナリア号との兼ね合いもあって調整が難航し、宅に比べ計画が大幅に遅れた。 クバスは中央区を除く市内7行政区で運行事業が実施されているが、江南区の区バスが正式事業化されたのは2008年4月で、7行政区で最も遅いスタートとなった。政令市以降後に社会実験が2度実施され、まず5月7日から3ヶ月間、亀田駅及び江南区役所を発着地とした横越、その向、両家は大鉱山の3ルートで、 前期の試験運行を行った。このうちをこぼし、その期の各ルートは大人200円の全区間均一性運賃としたが、両家は大鉱山ルートは既存バス路線は並行するため、待機路線運賃とし、特に大鉱山地区内は路線バスと異なる位置にバス停を設けるなどの措置を取った。期間中、利用者からは通勤、通学に使えるよう、 運行時間帯を広げてほしい、均一運賃にしてほしい、集落内を遠回りせず、幹線道路を経由して、目的地に早く着くようにしてほしいなどといった意見が寄せられた。また、区が8月にまとめた利用調査の結果によると、全体の収支率は6%強にとどまり、市が運行継続の目安としている30%のラインを大きく割り込んだ。両家は、 大鉱山ルートは特に利用率が低く、また、谷ルートでも利用者が全くいない便が生じるなどしていた。戦術の利用者の意見等も踏まえると、前期実験では、区民や利用者のニーズに必ずしも応えきれていない、面が露呈される結果となった。区は、厳しい結果と受け止めているとして、計画内容の再編について、検討を開始した。そして、 市民病院移転後の同年11月1日から2008年1月31日までの2ヶ月間、後期実験を実施。台や運行ルートの見直しなどを行い、4ルート5路線が設けられた。この2回の実験で路線の再産政や、既存バス路線の収支への影響を検証した上で、2008年度から本格運行を開始する予定であった。なお、運行業務は、前期、 後期とも新潟交通観光バス協合施営業所が受託した。後期試験においては、その目ルートは亀田地区と、その目地区を連絡する唯一の公共交通手段という側面に加え、亀田駅、区役所、イオン、新潟南 SC、新潟市民病院などといった自然域においても拠点性の高い施設周辺を経由し、また、その目地区と、 亀田駅東側に位置する高校2校との間と、亀田地区と東京学館新潟高等学校との間の通学需要があったことなどから、期間中の1便あたりの利用者は5.5人、収支率は23.7%と、区バスを運行する市内7行政区の中でも突出した利用率を記録した。その一方で、他の3ルートの1便あたりの利用者は1人を割り込み、 収支率も5%を下回るなど前期に引き続いて利用率が低迷した。このため区では同年12月14日、その目ルートについてのみ先行して運行業務委託業者の募集を行い、翌2008年1月16日、新潟交通観光バスを委託先に選定。1月24日の新潟市地域公共交通会議港南区分科会で、 同年4月1日以降の正式路線化を決定した。これに伴って、その目ルートについては、本格運行開始に向けて、経路と台や途中停留所の見直しが行われ、また合わせて、亀田駅西口のロータリー内を発着地とすることも決まり、同年4月1日から正式事業化され運行を開始した。一方、他の2ルートについて、は、 沿線住民と話し合いを継続し、今後の運行計画を決めたいとして、検討作業を進めたが、その結果、両川地区から事業継続に対する要望があったことから、同年度も引き続き試験運行を実施する方針が決まった。だが、横越地区、大鉱山地区からは継続の要望が少なく、両ルートの事業化断念が事実上決定した。 その目ルートの運行初年度となった2008年度は、前述の条件もあって高い利用率を確保し、12月までの9ヶ月間で1便、あたりの平均利用者が7.9人、収支率も32.3%と、区バスを運行する7行政区で最も良好な数値を記録した。この間、利用者から増便や休日の運行を求める意見が数多く寄せられた。 ことから、区では2009年度から、その目ルートの通年運行開始を決定した。同年度も引き続き新潟交通観光バスが運行を受託することになったが、従来1ドアの小型車両を使用していたため乗降に時間がかかり、利用者から苦情が寄せられていたことから、同年度からは2ドアの小型車両が充当されることになった。その一方で、 両カールートは10月1日から12月26日まで試験運行を実施したものの1便あたりの平均利用者が0.5人収支率も2.0%と実績は著しく低く採算性の改善が見込めないことから正式事業化の断念が事実上決まり今後両川地区の公共交通に関しては既存の路線バスの利用促進を図ることになったなお その目ルートの2009年度の利用実績は1日平均利用者数104.7人、1便あたりの利用者数9.2人、収支率40.2%と引き続き良好な数値を示したことから2010年度以降の事業継続が決定。同年度から使用車両を小型ノンステップ車両に変更し、新潟交通グループのバスカードも利用できるようになった。 前述の2007年度の社会実験では、終止率が不調に終わり、区バスとしては、正式事業化に至らなかった横越地区だが、地区内には公共交通のない空白地域が多いことなどから2010年、地元商工会と地区住民が中心となって、住民バスの導入に向け検討を進め、同年11月1日から1年間の試験運行を実施することになった。 亀田駅東口と区役所横越出張所を起点に、地区内の南北を循環する2ルートにおいて1日、合計20便を運行するもので、運行業務は横越中央に本社を置く観光バス事業者のフィールド観光が、受託60人乗りの中型バス3両での運行となった。ありがとうございます。